はい、こんにちは、ヘッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はサメが来ないということで、まあ、ちょっとね、五体合体でもしてみようかなという動画になります。まあ、前回、まあ、ミニフォースシリーズだとこちらのレオブルズ V、 そしてトライの V ってやってるんですけれども、まあ、それらをね、五体合体してみたいと思います。まあ、本来だったらね、現時点では六体合体なんですけれども、サメが来ないということでいきたいと思います。はい、まずはね、レオブルズ V、まずね、ロボットモードにしていきましょう。トライのもね、ロボットモードにしていきます。もう、サクッといきます。まあ、詳しくはね、単体の動画でもやってるので、まあ、サクッといきたいなと思います。やっぱりこれ何度遊んでてもね、面白いよ。これはね、傑作。はい、これで上半身完成。で、続いて下半身。はい、角を折りたたんで、前輪。はい。で、あとはスライド合体。このパチンが気持ちいい。はい、これでトライじゃないや。レオブルズ V の完成です。で、トライの。はい、これはね、カクンと1段階。で、こっちもカクンと1段階で開く。ほんと気軽にパチパチ遊べるのはいいよね。はい、で、V ティラノ。で、ここのカバーね。やっぱこれ嬉しいポイント。つま先で足分離で上半身を倒す、そして腕合体。これでトライの V の完成です。まあ、2体揃ったわけなんですけどもね、まあ、この2体でも全然ね、遊んでて面白い。でも早くサメが来ないかなって祈りつつね、ゴリゴリいじって遊んでるけど面白い。はい、そんなわけでね、この、ロボ2体、メカで言うと5機合体してみたいと思います。で、合体なんですけれども、はい、頭部縮めて、腕ですね、これをね、収納します。そう、合体がね、この形状なんですよ。これで合体準備の完了で、で、こっちに至っては、はい、頭部をしまって、一度腕取りましょうか。はい、一度腕を取って、ここの部分ですね、これを回転6回6クリック、はいはい、でさらにね、上半身下半身を分離で分離させたら、ここのジョイント、上半身下半身ですね、これをね、真後ろに向ける。はい、で出てきたこの3つのジョイントを引き出す。これがね、ちょっとね、なんかまだ慣れてないのか、ちょっと硬いです。はい。これで合体準備の、とりあえずの完了。ここを最後にやりたいので、取っときます。はい。そして下半身パーツは左右に分離させます。で、このパネルを一旦戻して、ここの黒いパーツ、ここをね、回転させて引き出す。で、腰パーツをまっすぐにして、こういう変形なんだけど、ここね、当たっちゃうので、一回避けてあげて、ここかな。はい。で、この白いパーツ。これがつま先で、緑パーツを後ろにして、右足の下駄完成で、同じようにこっちまで行きましょう。はい、畳んで、黒いパーツを出して、先に腰、ま、こういう風に曲げなくてもいいのか、この状態で行きましょう。あ、これだと当たんないね。はい、変形終わったらパチッと来て、でさらにね、つま先と、はい、緑パーツで左足の下駄完成。これで合体いきます。はい、左足、続いて右足で、上半身合体はこの3つのジョイントを使って合体させます。ちょうどね、この3つになります。これを合わせて止める。で、レオのバンパーを下げる。はい、この状態なんですけれども、まずね、ちょっとここピックアップしましょう。ここ黒いパーツありますけど、これをね、ここまたはここ押し込むことでロックなんですが、ロックするのはね、右側だけで、こっち側にはロックないんですよね。ただ動くよっていうだけで、ロック機構の役目を果たしてない。なので、本来だったら、まあこう、行くんだけどね。こういうもんなのかな？ちょっと一回取り外しましょうか。はい。ここ。ここのパーツなんですけど、押すとちょっとね、出てくる。で、こっちを押しても何もない。で、左右ね、パーツの形状が違うんで、こういうもんなのかな？ここはね、こういう風に、ちょっと飛び出てロックが出てくるんだけど、こっちはなしみたいな。ただ抜くと このね、丸いポッチが出てくるよってだけなんで、これ片側だけなのかな。はい、で、こっち側、そう、こっち側、受け側はね、ちゃんとロックのへこみがあるんですけど、こっち側にはない。
まあ、こういうもんらしいです。なので、まあ、ロックは片側だけが正解だと思います。でトリケラなんですけれども、引っ張ってガバッと開ける。でここ拳を出して、はい、これで合体準備完了で合体。はい、続いてステゴなんですけど、同じようにね、引っ張ってここ開けて拳、はい、これで合体で、最後にここを展開。はい、ミーフォース V レンジャーズ不完全ですけど5体合体完成ですけど、これはこれでかっこよい。いやーこれいいな、そこそこでかいよ。でまあその大きさ的にはね、ちょっと比較でドン鬼退陣と並べると本体の高さ的にはねほぼ一緒かな。まあこういったねちょっと武器は抜きとして、そうちょっと身長高いかなぐらいなんだけど、まあ大きさがね大きいのは伝わるかなといったところです。結構でかい。この本当ね、もうあちこち角張ったデザインっていうのがね、うん、ツボです。ただね、まぁ、ちょっとここまで組んでみて、こういう動き、これをちょっと横にしてみると、こういう動き。あの、もう本当ね、腰の、足の付け根がね、この上半身の重さにちょっと耐えきれない部分はある。ちょっと若干後ろに行っちゃってるね。なのでまあこのワニ部分、ワニじゃないや、ティラノの口部分、これはちょっと立ててあげて、あ、ダメかな。この腕が重たいから、どうしてもちょっとね、後ろになっちゃう感じがするから、まあそこはね、まあ腕とか手をちょっと斜めにしてバランスを保ってあげるのがいいかもしれない。ただまあね、そう、すだちというか、まあまっすぐ、腕もまっすぐ、足もまっすぐで立つのはちょっと難しいかもしれない。はい。で、可動部位なんですけど、腕。そう、ここのね、タイヤと一緒にぐるぐると回る感じで、で、肘。いいね。はい。で、お、足回りなんですけれども、ちょっと腕上げて、まあ、この腰のね、スカート部分があの展開するっていうのは、レオブルズ V の、そう、動画でもね、お伝えしたんですけれども、まあ、可動部位は一緒です。はい。これを上げることによって、まあ、開脚も前も動くんだけど、ちょっとねやっぱりこの、レオブルズ V 単体だと支えるんだけど、ここまでねパーツがくっつくとちょっと重たいかなといった感じです。まあだけどねバランスを保てばハイキックできます。もう最近ちょっとハイキックにつぼってるんだけど、うん、これもできる。一応ね保持はしてくれる。ただやっぱりねこの股関節の硬さが、そう、5体合体でね、ちょっとこういう今現状の不安があるんで、6体合体したらどうなっちゃうのっていう心配はあるんで、そこら辺はね、またあの、6体合体の動画やった時にお伝えしたいなと思います。で、まあ、この牛の角はね、まあ、オリジナルバージョンだけあって、ちょっとこれ先にね、はい、こういう風に出してあげてもいいし、うん、この、レオの口なんかにしてもね、閉じてもいいし、まあ、いろいろ遊べる。ただこれね、顔がすごいかっこいいのよ。めちゃくちゃかっこいい。うん。まあ、あの、そのアニメ自体はね、あの、見てないからわかんないんですけど、5体合体の状態ってあるのかな？うん。すんげえかっこいいな、これ。うん。見た目とか動きはほんと申し分ないんだけどね。ただまあ、一つだけ言うんであれば、この、足の付け根かな。どうしてもちょっとね、後ろに行っちゃう感じはするね。ここだけこの柔らかさ、まあそこら辺はねちょっと腕を前に出すとかでねカバーはできるし、うん、あとはそなんだこの先出るこのでかい武器、これを持たせることによってまあ足2つと武器と3点で支えるようになるのかな。うん、早く武器出てほしいなと思います。はい、そんなわけで今回の動画は不完全な、うん、5体合体だったんですけど、5体合体でもね全然かっこいいよ、これすごいイケてますということでね、サメの到着を待ちたいと思います。そんなわけで以上、トヘッピーでした。ご視聴ありがとうございました。